ともにご参照いただきたく、チャリティーオークションをご参加いただければと思います。それではオークションを始めます前に簡単なご説明をさせていただきます。オークションで、落札されたお客様はステージに登壇していただき、吉木さんと一緒に記念撮影をしていただきます。登壇しての記念撮影は基本的に、落札者様1名と、同伴者様1名ということでお願いをしております。昨年は、吉木さんの代理で、ですね、コロナの関係でアクリル板がございましたけれども、今年は一切ございません。ただですね、壇上上がっていただいた際、壇上かなり狭くなっております。撮影の際は、吉木さん、またご本人の、安全も考慮していただいて、ちょっとこう近づきすぎたり来すぎたりというのを、気をつけていただければと思います。またですね、この後の、ショーの最中、カーテンコールの際など、もし吉木さんが、近くにいらっしゃった場合、手を強く握ったり、体を引っ張るなどの行為は、ご遠慮ください。吉木さん、現在も手首を痛めております。ご協力をお願いいたします。大丈夫ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではオークションが始まりましたら、私が金額を呼びます。席にご参加いただいている方は私に見えるようにこう手で大きく合図をして、ご参加ください。私が見えてない場合、結構後ろの方が、見づらくてですね、特にこの奥の方はいつも見えないで困っておりますが、周りの方がこう一緒に合図をしていただいていつも分かっております。ご参加ご協力をお願いいたします。最初は2万円ずつ、途中から5万円ずつ、金額が大きくなれば10万円、20万円という幅で整理幅も兼ねてまいります。ご自身でここまでするというところまではこう上げといていただけると、私がスムーズに整理を進められますので、ご協力お願いいたします。はい、最後まで、手を挙げていただいた方に、私が金額を3回コールをして、こちらのハンマーを叩いたところで、落札をさせていただきます。繰り返しにはなりますけれども、本オークションの落札金額も全て、吉木ファンデーションレコードとして検討させていただきます。ぜひご参加ください。本日も、一点の出品になると思います。ぜひご参加いただければと思います。今年はですね、ちょっと時間の関係もあって一点しか出品が、ない状況続いてますけれども、ここまで非常に、たくさんのご参加をいただいてですね、点数が少ないんですけど、すでに4000万円を超える金額が集まっております。残りの公演少ないですので、ぜひちょっとご参加をいただいて頑張っていただければと思います。はい、それでは吉木さんがいらっしゃったら、話してまいります。おかえりなさい。はい、吉木さん、今日もよろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。本日も1点、の、ご提供ということでございます。こちらの、今吉さんが着ていただいています、サンローランのジャケットですね。はい、これはですね、はい、僕 の、 ワインをこうやって飲んでる、なんか出ます、出る、出ない、あ、出たこの、はい、結構着ていますね。結構着ています。はい、このジャケットですね。はい、去年の DS とか、はい、去年の DS とかでやってくれないですか。あ、これこれこれ、あ、去年のこれメインのやつだ。そうですね、キービジュアルで、はい、あ、そうだ、出すのやめようかな。結構ね、先週もかなりスペシャルな出品が続いてまして、今日もかなりこれスペシャルな出品でございます。はい、一点ですのでぜひご参加ください。それでは始めてまいりましょう。スタート、30万円からスタートします。私に見えるようにお願いいたします。少し照明の方、ちょっと私の照明を落としていただきます。はい、それでは始めてまいりましょう。30万円、こちら大丈夫ですか。
190万円、女性の方190万円、190万円、200万円、200万円、210万円、220万円、230万円、230万円、230万円、こちらの女性です。230万円、そちら、230万円、230万円、230万円、よろしいですか、女性の方、230万円、もう一度よろしいですか。そちらです。230万円、230万円、230万円、上げてらっしゃいます。大丈夫です。230万円、230万円、奥にいる。240万円と申します。240万円。240万円。240万円。すべて真ん中の奥さんが250万円。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 真ん中のお客様。奥にいる。いらっしゃいます。せーの。せーの。260万円、奥のお客さんとおります。260万円。260万円。せーの。ごめんなさい。270万円までです。270万円。280万円。290万円。300万円です。310万円、320万円、330万円、340万円、350万円、360万円、360万円、違うこれ、360万円、一番奥の方、360万円、360万円、よろしいですか、360万円、真ん中だとどうでしょう、360万円、奥です、360万円。よろしいですか。奥です。360万円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 。よろしいですか。360万円です。どうぞ。たくさんいただいた方。大丈夫ですか。今日もすごいです。もう先週もすごかったです。今日もすごいです。ありがとうございます。いらっしゃいますかね。大丈夫ですか。まあ歩くの大変そう。大丈夫でしょうか。大変そうですね。誰かスタッフ手伝ってあげたらどうなの。スタッフの皆さん。だったらこちらから来られますか。はい、ここから上がっていただいた方が、はい、気をつけてね、気をつけてね。大丈夫じゃないですか。はい、じゃあちょっと真ん中の方に。はい、大丈夫だよ、僕どうぞ。お芝居はなんか不思議な感じになってますけど大丈夫ですか。はい、はい、はい、この前僕はどういったリアクションを取れたの。2時間ぐらいかかりそうなんです。ドレスですね。はい、はい、どうしましょうこれ。一言だけ言いますか。ありがとうございました。写真撮りましょうか。はい、じゃあまずサインしますね。サインじゃない。はい。
ばいいかな。サインしてるとこ写真撮る、ビデオ撮っていいよ。大丈夫？撮りましょう。大丈夫ですか？お名前は？あ、アイさんですね。アイさん、アイさん。アイコさん。アイコさんです。AIKO、アイコ。エコ。エコ、何度もいらっしゃって。August 18th。ディナーショーないの？ 8 回目？ 8 回目ですね。あ、今回。今回のディナーショー8回目？え、今回です。ってことは今日が12公演目だから。ほほほ。すごい。すごい。そんなにフレンチされても大丈夫ですか？どこですか？今回内側でいいですか？これね。これ、実はこれに書きましたね。はい、嘘でいないです。本当なんですよ。アイコさん、はい、ありがとうございます。はい、これはどちらで作られたんですか、このあまりこういうのないのね。はい、すいません。目が覚めた。本当になんかいつもありがとうね。あの、僕を知ったきっかけはいつなんですか？ちょっと前かな。ね、あの、本当にいつもありがとうございます。はい、じゃあこれを、はい、はい、はい、ちょっと重たいんだけど大丈夫かな。じゃあこちらからあのお代わりになられますか。ちょっと誰か、はい、スタッフの皆さん誰か、はい、あのね、ここの、はい、じゃああちらから行きましょう。まあ、はい、こちらからありがとうございます。どうぞ、ね、はい、はい、じゃあ改めて360万円でもらったとして、ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫ですね。うん、毎回この光でよくし、目が覚めますが、はい、そうですね。僕がチャリティーをね、僕いつもやるとき、寄付書で公表するんですけど、まあ、公表する理由が、まあ、大きく2つあって、1つは僕が公表することによってどこで誰がこの支援をするとするかが明確になる。そして2、まあ、僕がね、その公表することによって、まあ、自分だけの力では小さい力かもしれないんですけど、僕に参加してくれる方たちが、ね、ファンの方たちともいて、僕の寄付が10倍にも100倍にもなるっていう、そういう意味で、いつも公表しています、ね、今回、またチャリティーオークション、参加していただいて本当に感謝しています、ね、今落札された金額は 100% で僕先に持ってチャリティーに寄付させていただきたいと思います。本当にどうもありがとうございました。今夜ね、ね、僕とヨシキとハローキティちゃんっていうね、ね、随分長い
あ、来た。吉木さん、吉木さんですね。はい。またこんばんは。吉木さんです。よろしくお願いします。吉木さん、なんかさ、はい、元気？元気だよ、俺も。はい。ね、今日もなんか弾いてくれるっていう話、弾いてくれるの？ね。何を弾く？なんかリクエストしたらみんなに。じゃちょっと後任せたりしてみちゃう。ちょっと録音室の準備してきます。はい、わかります。お気持ちでお受けください。さあ、それじゃあ、ヤシキディちゃん。皆さんにご挨拶して、今日もピアノ練習してきたの？じゃあ、弾いてくれるのかな？うわ、嬉しい、ありがとう。じゃあ、何の曲弾いてくれるんだろう？何ですか？皆さんのテーブルにあるお花の、皆さん分かりますか？あれだね、あのあれ、赤、あ、お姉さんにもいっぱい赤があるクレナヤ、クレナヤ弾いてくれるってことですね。わー、じゃあ何か皆さんのテーブルの上にあるバラと同じ色だもんね。それじゃあ頑張ってよしきにさん準備お願いします。さあ、それではどうぞ皆様温かくお見守りいただければと思います。演奏曲は紅です。ヤシキディちゃんお願いします。頑張っていきます。